ただ、被害者に申し訳ない気持ちです。親として後悔の毎日です。謝っても謝りきれません。容疑者の両親の言葉です。事件から3ヶ月経った共中を、関係者にこう語ったということです。 殺人の疑いで逮捕・送検された中野市の農業青木正則容疑者青木容疑者は近くに住む女性2人と駆けつけた警察官2人をナイフや猟銃で襲い殺害した疑いです女性2人はほぼ毎日一緒に容疑者の自宅近くを散歩していましたこれまでで、の調べで容疑者は、 女性2人からぼっちとバカにされていたと思っていたなどと話していますまた捜査関係者への取材で我慢の限界になってやったなどと供述していることも新たに分かりました事件から3か月が経ちました未だ現場には規制線が張られています事件から今日で3か月

自宅に立てこもった容疑者。当時、外出していた父親は事件を聞いた際、頭を抱えてうずくまったと言います。また、自宅に一緒にいた母親は直接、父親は携帯電話で出頭するよう説得を続けました。両親は支援する関係者に、3ヶ月経った今の胸の内を 次のように話しましたただ被害者に申し訳ない気持ちです毎日ご冥福をお祈り申し上げています親として後悔の毎日です謝っても謝りきれません青木容疑者は4人を殺害したことをおおむね認めていますが 動機についいててて、は供述が変わっていて検察は刑事責任能力を調べる鑑定留置を11月8日まで実施しています。